イスラム王朝の拡大ムハンマド、622年から632年聖党カリフ、時代、632年から661年、ウマイア朝、661年から750年、750年の、イベリア半島1000年頃のイベリア半島1031年の、イベリア半島アルアンダルスとは、イスラーム世界において、歴史的に、スペインのアンダルシア地方を中心とするイスラーム。 勢力統治下のイベリア半島一帯のことを漠然と指す故障。レコンキスタでイスラーム勢力統治領域が狭まっても資料でキリスト教諸国の領域はアンダルスとして扱われることはほとんどなく、レコンキスタ祭末期にアンダルスとの言及があれば、それはナスル朝の領域を指す。ゲルマン人の一派バンダル人の名前がなまって変化したものと考えられているほか、 アトランティスに由来する、あるいは、西号都族に割り当てられた、土地当初説ある。ムスリムによる、イベリア半島の征服活動は711年に、ウマイヤ朝アラブ人のイフリーキア総督ムーサーブン、ヌサイルの、ブカベルベル人、ターリク分ジアードが7000人のベルベル人兵士から、なる軍を率いて、ジブラルタルに上陸し、その後すぐに5000人の追加派遣がなされ、 総勢1万2千人の軍が侵攻したことから、開始された。さらに、翌年、総督ムーサー自らアラブ人、兵士1万の軍を率い侵攻した。これらのイスラーム軍により西高等国が滅ぼされ、714年には、イベリア半島ほぼ全域が、その支配下となった。713年夏にムーサーは、カリフの承認なしに行動したとして非難され、バリード一斉により、 ダマスカスへ召喚命令が出されたので、西ト王国の王公400人と奴隷、財宝を伴って帰還の途に着いた。715年2月にダマスカスに到着したものの、火は咎められずに凱旋として愚され、カリフによる祝宴が催された。ムーサーが召喚命令を受けた時、アンダルスは彼の第二子アブデルアジーズに委ねられ、後に、 アブドゥルアジーズは初代アンダルス総督に任じられたものの716年に暗殺された。アブドゥルアジーズは総督の官邸をイシビーリーヤに置いたが6代目のアンダルス総督サムフ、ブンマーリク・ハウラーニーはこれをコルドバに移し、あとウマイヤ朝に続くこととなった。中東と異なり、イベリア半島においてはアラブ人、ベルベル人兵士は軍営都市に集中せずに 農村地帯に散らばった。この時の入植地は、ウマイヤ朝支配層のアラブ人が、アンダルス南部の肥沃な地帯であったのに対し、ベルベル人は、北部辺境あるいは、山岳地帯であった。アンダルスの対岸であるマグリブで強制を誇った、ムラービトアサ、ムワヒド朝、マリーン朝の君主たちは、カスティーリャ王国など、カトリック王国のレコンキスタに対し、 イスラム教の勢力を維持し、ターイファ諸国を援助する名目で、アンダルスに影響力を及ぼそうとしばしば試みた。スペインのカトリック領王によりアンダルスは征服され、その後イスラム、ユダヤ教徒の強制改修や追放が行われた。アラビア語は禁止され、また言語純化政策の中でスペイン語の中の大量のアラビア語語彙も排撃の対象となった。 それにもかかわらず現在のスペイン語には4000語にわたるアラビア語系語彙が残存し、また南部アンダルシアやムルシアの文化、習俗はイスラーム時代のそれを強く残している。ムスリムによってもたらされた工芸、建築技術、農業技術などはスペイン全土にその影響をとどめている。スペインを象徴するアルハンブラ宮殿はもともとナスル朝グラナダ王国の巨城だった。 このことから、カトリック両王は、軍事的には確かにイスラームを征服したが、文化的にはついにイスラームを屈服させられなかった。とも言われる。西ゴート時代の住人に、移住してきたアラブ人やベルベル人が加わり、改修や通婚が進んだ。このため、ムスリムには、ムラディという社会階層が生まれた。キリスト教徒やユダヤ教徒は、ツインミーとして共存が図られ、 キリスト教徒はモザラベとも呼ばれた。西ゴート時代と比べるとユダヤ教徒の社会進出が容易となったためユダヤ教徒の人口が急増した。キリスト教徒は旧世紀中央にはコルドバで殉教者が出るなどの衝突があったもののイスラームへの改修が続いた。改修は後ウマイヤ朝のアブドアンラフマーン2世の時代から積極的に行われ相対的にキリスト教徒よりも ユダヤ教徒の影響力が強まった。ローマ帝国の時代から続いていたラテン語は衰退し、ムスリムのアラビア語、キリスト教徒のロマンス語、ユダヤ教徒のヘブライ語が並存した。キリスト教徒が使うモサラベ語はアラビア語の影響を受け、後に他のイベロロマンス語に影響を与えた。モサラベの中にアラビア語が広まる一方で、アラビア語もロマンス語の影響を受け、 アルアンダルスアラビア語が生まれた。ロマンス語風とアラビア語風の二つの名前を持つ者も,も現れるようになり、こうした多言語社会はアンダルスのみならず、キリスト教が支配する地域の文芸に影響を与えた。イベリア半島に定住したムスリムは、イスラーム世界の先進的な農業技術を伝え、考えを行って農地の拡大に努めた。綿花、砂糖、キビ、米、桃、 ザクロ、サフラン、などの東方作物の移植も進んだ。都市では、繊維工業、製紙工業が盛んとなり、コルドバ、マラガ、アルメリアの絹、羊毛、ベザ、カルセナの絨毯、マラガ、バレンシアの陶器、コルドバ、トレドの武器、コルドバの比較、ジャティバ、バレンシアの紙というように、各地で名産が生まれ、地中海沿岸の諸都市を拠点にして、エジプト、シリア、 東ローマ帝国のコンスタンティノープルとの海上交易が盛んになった。アンダルスの物産は東方イスラーム世界や東ローマ帝国に輸出された。アンダルスは奴隷貿易の中継点でもあった。スラブ人をはじめとするヨーロッパ内部からの奴隷やアフリカからの黒人奴隷が直接カイロあるいはバグダードへ送られるルートの他に、 アンダルスを経由するルートが存在していた。アンダルスを経由する理由として、古くからの習慣によりアンダルスの港町アルメリア近くで奴隷に巨勢手術を施すということがあり、手術の後方へ送られていった。コルドバを中心に図書館が建設され、多数の文献の著者や翻訳が行われた。ギリシア哲学やギリシア科学、キリスト教文書がアラビア語に訳され、 ラテン語に代わってアラビア語の普及が進んだ。コルドバはバグダードと並ぶアラビア語の翻訳文化の拠点となり、書物の取引も活発に行われ、バレンシアのハティバにはヨーロッパ発の製紙工場も作られた。当時のコルドバについてはロスビータが世界の宝飾と表現している。アラビア語から他の言語への翻訳も進み、レコンキスタの進展後も続いた。 アルフォンソ10世はトレドに翻訳研究所を設置し、アラビア語からモサラベ語やラテン語への翻訳を進めた。レコンキスタ進展中にトレドで活躍した一軍の翻訳家たちをトレド翻訳学派、トレドの翻訳者集団などという。訳された書物は北方にも伝えられ、ヨーロッパ文化に影響を与えた。ムスリムの哲学者では、合理的な思考を重んじたイブン・バーチャ。 小説形式の思想書、薬山の古灰の物語を表したイブンとファイル、アリストテレスの注釈書でも有名なイブンルシュドラが知られる。ユダヤ人の哲学者では、アリストテレスの思想とユダヤ教神学の融和を唱えた、モーシェベン・マイモーン、ゾウハルを表して、トーラー解釈に影響を与えた、モーシェデレオンなどが知られる。イスラム科学による先進的な成果がもたらされた。 天文学者、数学者のザルカーリーは、天体運行表、トレド表を制作した。中世イスラーム世界で最も偉大な外科医とも呼ばれる、アブルカーシム・ザ・フラーウィーは、医学百科事典、解剖の書を表し、外科器具も考案した。植物学者、医師のイブンバイタールは、薬と栄養全書や、生薬全書を表し、植物学や、薬学の発展に大きく貢献した。 先進的な発明家としては、イブンフィルナースが知られている。イスラーム科学やアストロラーベなどの器具は、イベリア半島を訪れていたジェルベールらによって研究され、北方へ伝えられた。アルハンブラ宮殿のライオンの中にはイスラーム建築の様式が、宮殿や庭園をはじめ教会やシナゴーグにも取り入れられた。中でもコレドバに建設され、内乱で破壊された。 ザフラー宮殿がよく知られる。現在でも、コルドバのメスキータ、グラナダのアルハンブラ宮殿などが保存されている。キリスト教の支配下となった後は、ムデハル様式として残り、トレドのトランシト教会や、世界遺産のアラゴンのムデハル様式の建築物などに見て取れる。アラビア語文芸では、アンダルス文化の創立期に生きたイブン・アブドラッピヒ、ワル・ラーダとの間に、 多くの総門家を残した宮廷詩人、イブンザイドゥーン、諸国を放浪した詩人、イブンクズマーン、恋愛論の名著、鳩の首飾りを残した法学者、イブンハズムなどが知られる。ヘブライ語文芸では、ヘブライ語詩にアラビア語詩の陰律を取り入れることを提唱したドゥーナシュ、ベン・ラブラーとアラビア語を参考にして、ヘブライ語の助字詩を再考したシュムエル・イブン・ナグレラ。 ハザールの書でも知られるイフダハレビなどがいる。アンダルスでは古典アラビア語詞をもとにしたムワッシャ派という死刑も生まれた。この名はアラビア語でカザリリンやカザリオビを指すウィシャーフに由来しており、それまで単一の因律だった詩を連接に分解してリフレインで構成した。死刑を指すムワッシャ派はやがて音楽や舞踏を伴う表現を意味するようになり、その歌い手は キアンと呼ばれた。バグダードの音楽家マウスイリーに波紋された歌手のズイルヤーブはアンダルスに東方の音楽を伝え、さらに独自の音楽文化を編み出した。ウードの弦を4弦から5弦に変え、後のリュートの原型ともなっている。アンダルスの時代にはロマンス語のアラビア文字表記も広まり、レコンキスタの終了後はモリスコによるアルハミア文学が生まれた。 セルバンテスの小説、ドンキホーテには物語の原文はアラブの歴史家によって書かれたという設定があり、セルバンテスが原文を解読するためにモリスコを探すという場面がある。ありがとうございます。